みんなにもっと福島のことを知らせたかったから、この赤べこを描いたんです。どんどん好きになりました。実際に見るとすごい、思ったよりすごい大きくて、こんなにたくさんあって、みんなここに一回来てもらいたいと思ってます。やっぱりこの知らないと怖いではないかな、自分の目で見て、自分の心で感じて、嬉しい。ちょっと心配だった、やっぱり梅雨はどうかな。あとは収穫して繊維を測ってもらって、OK だったら商品にしたいんです。エコロジックな農業やりたい。パーマーカルチャー、自然と一緒に農業するというコンセプトがあるから、ここに来てくれる観光客に食べてもらって、でまた福島行きたい、そういう気持ちさせたいと思ってます。もっともっと人もそういう交流ができたら嬉しいです。